社会福祉法人産育会産育会病院は東京都墨田区太平三丁目にある医療機関社会福祉法人産育会が運営するキリスト教系病院であるもともと産院として発足したが後に他の診療科も発展して総合病院の承認を受けている東京都の地域集産規模診療センターの機能を有するほか1998年6月には 東部保健医療研の先駆となる緩和ケア病床を設置している病院の理念は、キリスト教の臨時外の精神に基づいた医療、保健活動を行い地域社会に貢献します。設置母体である3育会は、東京都のほか、長野県、静岡県で、病院事業、訪問看護事業、高齢者福祉事業を手掛けるほか、指定管理者として、 墨田家や中央区の特別養護老人ホームの運営を行っている。本校では病院のほか病院を設置運営する三育会についても述べる。三育会は1888年5月13日に結成された東京帝国大学学生キリスト教青年会の会員有志によって1918年に創設された。当時の医療は庶民には 手の届かないものであり、東大 YMCA は庶民に医療を提供するために、まず1917年に無料診療を行う診療所を設置した。苦情等で委員の継続が困難になると、当時の東大 YMCA 理事長で、東京帝国大学法科大学教授の吉野、作造の指導の下、仮想の母子に医療を提供することを目的として妊婦、および、 入児の相談所を開くことになった。吉野は病没するまで夫妻で、産育会の活動に参加し、指導的役割を果たした。会については、夫人と小児の保護、保険、給料を目的として、1918年3月16日に第1回総会を開き、設立を決定したとされるが、実際のところは定かではないようである。会の名称は、初代理事長である、 木下聖中が中央の第21章にある天地の海区を3区から付けた。産育会は1918年4月1日に本塾太平町1丁目27番地の古工場を借りて産育会妊婦乳児相談所を開設した。これが産育会病院の始まりとなった。翌1919 19年8月1日に本塾 柳島梅森町55番地に相談所を移転する形で本所参院が開設された。これは日本において庶民を対象とする参院の最小だったという。イムは木下や河田茂など経営面は藤田逸夫、吉野作造、星島次郎、片山明が参画した。1923年の関東大震災で病院は離災したが職員は 救護班を設置して救援活動に当たった。しかし、それまで木下の主張などにより原則無料診療であった病院は、それまで経済的に支援してきた木下の病院が同時に消失したため自立を要請され、無償の事前事業から有償の社会事業に転換することになる。1926年9月10日に法人格を取得し、 組織を財団法人に変更。木下が理事長を退き、新理事長に吉野作造が選出された。吉野は自給自足を基本方針とした。1932年10月5日付で、三育会ニュース第1号を発行。大事は吉野作造の手によるもので、今日まで変わっていない。この間、1927年5月に、 東京都江ば郡大井町原に、大井診療所を開設、本塾高等橋にあった、近視病院の営業を継承し、1929年には、砂町診療所を開設する。1930年には、三育会病院の本建築が、建築家、遠藤診の設計によって竣工するとともに、日本工学工業の社宅の対応を受けて、大井診療所を大井森前町に移転。 大井病院に解消して、法人の規模は拡大していった。1936年には、三育会病院を増築して、病床数が259となり、1942年には、深川区千木町に、石島病院を開設している。しかし、1945年1月に強制疎開のため、大井病院が取り壊しを受け閉鎖。 1945年3月10日の東京大空襲で残る施設も開陣に介し、職員も3名の犠牲者を出した。3月12日に病院屋上で解散式を行い、組織は解散した。太平洋戦争の終結後、石島病院の元院長で冷手テ島より復員した竹岡修作により、1946年6月10日に、 三育会病院の消ビルを利用して診療が再開された。翌1947年から東京都や厚生省などの援助により病院の改修工事が始まり、1951年4月までに修理がほぼ完了した。この間、三育会は1946年には長野県上見野地区に信号村に豊野病院、1952年には 静岡県小笠郡地日田町に東海病院を設置して都外に規模を拡大した。1952年5月17日には法人が社会福祉法人に組織変更している。三育会は1964年東京都町田市に特別養護老人ホーム、西風園を開設。1970年には長野県と与野町に豊の西風園を 1971年には東海病院構内に東海性震えを開設し、産育会は活動の幅を高齢者福祉に広げることになった。斉藤実るはこのことについて、産育会の進むべき方向を社会福祉機関として明示したとする。1973年の新林配置建設に、際しては平林太鼓の相続人から多額の遺産の寄付があった。 1970年に現在の病棟を建設。1988年3月には、三育会検証を制定、検証募集によって選ばれた、三育会のシンボルマークと三育会の歌、愛の参加、三育会温度が披露された。1990年代には、墨田区、中央区の複数の老人ホームの運営を受託し、医療面では、 病院が1990年代後半に地域集散規模子医療センターや緩和ケア病床を持つなどの発展をしつつ現在に至っている。産育会では任意団体の理事長であった木下聖中を初代理事長としている。法人の初代理事長は吉野作造、社会福祉法人会所当時の理事長は藤田逸夫である。 1953年3月30日に産育会病院で生まれた新生児が別の新生児と取り違えられていたという訴訟について報道された。ありがとうございます。